お疲れ様です、ナミさん。えー、タカさんのね、塾のセールス、えー、マイさんにも、ナミさんにもご協力いただきまして、えー、本当にありがとうございます。まあ、私のことではないんですけどもね、やっぱり、なんとなくナミさんも感じてらっしゃると思いますけども、なんかね、成功してほしいじゃないですか。そして、成功っていうのは何かっていうと、その塾を手にした方が、望み通りの人生をね、少しでも送れるように、YouTube が自分の収入源になるってことですよね。えー、そういうふうなね、 歩みを取っていただきたいなと思うところもあってきっとですね、えー、吉谷さん以上にもしかしたらなみさんも私も思いを込めたのかもしれないですよね、まあ、これだけで、ね、周りの人に応援されてやってるわけですから高さんもねしっかりと結果を出してもらいたいと多くの人を稼がしてもらいたいですし魅力ある塾をきっちりと運営してもらいたいなと思うばかりでございます えそして今回ナミさんから送られてきたのは NFT の用語集ということでね NFT のさまざまなあこの概念についてお話しいただけるということなんですけども今回これで11月からあ11月1日から放送していこうかなと思いますのでもしね NFT についてのコンテンツがまだまだあるようでしたらあ今のうちに貯めておきましょうはいでですねうんまあ近況と言いますかね最近ね私がねどう思ってるかっていうと さんご存知ですかこれ柴田恭平さんと中丸徹さんが共演していた「勝手にしやがれヘイブラザー」hey, っていうね1989年から1990年この1年半ぐらい1年弱の間に22話で構成されたまあテレビドラマなんですけども当時これから好きでね見ていたんですが当時ほらやっぱり再放送を狙うしかなかった時代ですよレンタルの DVD とかっていうのはねそんなに盛んじゃなかったんで。 でしかもテレビシリーズが DVD になるっていうのは珍しかった時代なんですよね。でそれが時を経て今こういう風に DVD のソフトになってるんでちょっとねまだ高かったんですけども買ってみましたらやっぱりなんか懐かしいですね。バブル真っ只中の時期に、まあ、こういうドラマってあったよねみたいなそして「危ないデカ」シリーズのなんかスピンオフみたいな感じで作られたのがこれなんですよねもちろんストーリーに関連性はないんですけどもちょっとだけね危ないデカに出てくる 人物名とか場所とかエピソードが盛り込まれてるみたいで遊び心があったみたいです。というのが危ないデカシリーズのスタッフが作っているってところもあるからなんですよね。まあ私危ないデカは全く見たことがないんでその辺はわかりませんけども。まあけどね、柴田恭平さんと中村徹さんのこの兄弟、異母兄弟としての掛け合いっていうのは面白かったなっていうのを覚えてますね。それにみんな若いですね。当たり前ですけども。30年前ぐらいのドラマですからね。 失われた30年っていうのがこのあと来るなんて視聴者さん制作人誰も思わなかったでしょうでもあれから日本は長い低迷期を歩んでいまだ抜け出せないというところでございますねなんか昭和の時代が良かったっていうのは本当によかったんでしょうねきっとね、うん、私たちの肌には合ってたんでしょうねきっとで未来を託すべき次の世代がいまいち育ってなかったっていうのもありますし結局はね 私たち40代50代が世の中心を担って引っ張っていかないといけないなっていうのはありましてなかなか世代交代をできるものでもないかなと同時にそれは私たちが次の世代を育ててこれなかったっていうね責任にもなるんですけどねなんてことをぼやぼや考えながらドラマを見ております現在第2話なんでねまだまだ楽しめると思いますけどもせっかくなんであんまりネット上にこのレビューが落ちてない 勝手に仕上がるヘイブラザーシリーズ1話ずつ解説していく動画をこれから地道に作っていこうと思いますねなんかそのエンターテインメントもこういうふうにビジネスにやっていけるのが私たち YouTuber の利点だと思いますこれからも多少ね脚色はするかもしれませんけど昔の良かったドラマについて話し合っていこうと思いますさあナミさんはですねどんなテレビ番組を見ていたでしょうかまあなかなか見てないということもあるかもしれませんけどもそれでも 今、時間が取れるなら、これを見てみたいよねってものがあったら教えてください。ちなみにね、唐沢敏之さんの不毛地帯っていうのがね、今、YouTube に上がってるのを見て、早速、前話、ダウンロードしたりとか、あと、予備校武器ってやつですよね。又場浩二さんとか、緒方なんとかさんとか、直人さんでしたっけね。あと、小田裕二さんの若い頃、この3人組で、ドタバタやってる予備校武器ね、うん。就職戦線異常なしっていうね、映画にも繋がるものがあるんですけど。 こちらの方もね、ちょっと見ていこうかなと思います。予備校武器がやってるとき、ちょうど私もね、17歳でしたんでね、受験を意識する年頃でした。えー、というわけで、今回の動画は以上でございます。ありがとうございます。